ジャン君がですね、ジャン君じゃないや、ポンちゃんがここに爪をかけてこう開けてしまいますということで、このこれはあの爪をかけてもいいようにプラスチックで、貼り付けたものですけれども、ここにですね、猫が嫌いなベタベタ、両面テープを貼ろうということが、インターネットからのいつものね生放送で、聞いてくれている見てくれている方の助言でですね決まりました。ポンちゃんだからこの辺ぐらいまで貼れてればいいかな。あのね、そんなに上までやらないから、うん、あの私向こうのやつは下の方だけやった。あ、そう、うん、でも少しは必要だと思うな、すごく下じゃなくてちょっとだけポンちゃんがいつも開けるところの高さだけ貼った、中くらいのところと、なんか、うん、あれ全体が剥がれちゃった。もう少しあってもいい気がする。まあやってみましょう。だいたいポンちゃんその辺やってたから、うん、ポンちゃんおいで、ね、って言っても来ないね。はい、ポンちゃん、はい、ポンちゃんが今度撫で待ち、ここ撫で待ちポイントなのね、ポンちゃんのね。ポンちゃんがね、はい、足の間に入るべきなんだよ、ポンちゃん。ジャン君の伝統なんだよ。ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん。ええ、いい。ポンちゃん扉開けるときベタベタして嫌な感じになったからね。ね、もらえるってさ。ジャン君、ジャン君もおいで。ジャン君はベッドのところにいるよ。おいた。はい。うん、ジャンポンちゃんです。ジャンポンちゃんです。ジャン君って言っちゃうから。皆さん、ピンクのお皿はこっちの。ジャン君は右色です。ジャン君です。はい、ジャン君もお待ちかね。ジャン君は今ちょっとだけおやつのホタテのやつを食べました。ん、え、吐かないでね、ジャン君。いっぱいはあげてないから大丈夫と思うんだけど。よしね、ジャン君。はい、急がない急がない、ゆっくりね。よしよし。こちらが黒犬の母が、作っているドライフラワーをガラスの容器に、詰めたものですね。これは、色にこだわりがあるそうです。なぜかというと、通常プリザーブドフラワーというやつだとですね、一度脱色をして着色をするという形で保存方法があるそうですが、こちらの場合は、自然のそのまんまを、まあドライにするんですけど、その時に、シリカゲルという、こう除湿剤ですよね、などを使って、できるだけ自然の色のまま残そうと。まあ、ただ、
これなんかも、少し赤みがこう濃くなるわけですよね。でこれは、ドライフルーツと同じですね。ドライにすると、乾燥して水分がなくなって、そのまま色が濃いめになるということだそうです。このようなことをやったりなんかしている間にジャン君がどっかで吐いたね。上手に取れたよ。あ、そう。はい、ジャン君、そして猫と花という形でですね、ちょっと映像のシリーズ作っていきたいなと思うんですが、ここに猫が乗るとこのガラス怖っ、安全を期しながらちょっとやってみようかな今後ね、というふうに考えています。あとは、いろんなちょっとですね、この状態ではないアイデアをですね、クロケンやマオイが、ちょっと孵化していくという形もいいのではないかと思います。若くはないんですけど、感覚がねやっぱり違ってくるかなと思います。じゃあこれはちょっと危ないからだけようか。はい、ジャン君はちゃんと空気を読んでやってきましたね。ジャン君、かわいいね、ジャン君。はい、ジャン君、ジャン君、そのお花の横に座ったらかわいいよ。ここ少しだけようか。はい、どうぞ。少し開けてみようか。はい、開いてますよ。Checking.